皆さんお疲れ様でした2018年マンション管理士本試験回答速報を始めていきます私担当するのが実務会計設備系となりますはい改めて担当はレックセ専任講師亀田ですよろしくお願いします まあ何はともあれお疲れ様でした、えー。合格ラインがどれぐらいになるかというところがね、気になるところなんでしょうか。まあ主に私、建築、えー、設備ね、会計系を見てな中でですね、まあ例年とそれほど変わるものではなかったです。で、えっ、ー、と、他の法令、まあ、系を見てくださっている、まあ、講師にも聞いたんですけど、<laughs> まあ難しい問題はいくつかあるものの、まあ、 それほど思いいいっきりなんかはしてないとということで、えー、比較的、まあ、あのちょっと安易なことは言えないんですが高得点になるんじゃないかなとは思っております。で、えー、私が担当するえっと会計それから設備系なんですが具体的な問題番号でいうと問いの20番目から24番目これまあ例年。 あの設備系の法令ですね。都市計画法、建築基準法、水道法などがありますね。えー、難易度は水道法だけ難しくて他の部門はまあ比較的というかかなり優しかったですね。えー、続いて、えー、まあ今年ちょっとイレギュラーでね。問い番号の三十三番で委託契約書標準委託契約書出たんですが、それも踏まえてね、三十三から三十五番まあ会計を含めて、えー、非常に簡単でした。 3問ありますがこの問いの33から35はもう1問たりとも落とせないでしょうかね。で若干厄介だったのが問い番号の36番から45番ね、えー、設備です。えー、でまあ10問ある中でですねそうですね5問ぐらいは範囲外れてでしょうか結構難問があるように見えるんですがそのほかが逆に比較的簡単だったのでねまああの半分ですけれどもそれを確実に取れたかっていうのが勝負と なります、まあ、それを考えると、まあ、極端に点数が下がるっていうこともなかろうし、えー、まあそれほどめっちゃ簡単っていうわけじゃないんですが例年に比べてもいやいや僕自身はねこの科目については、えー、実務会計設備については、まあ、やや簡単かな総合的に見たらそんな感じはしました。はい、いくつか特徴的な問題があったので、まあ、それ、えー、見ていきますとまずはですね設備計法令である20番目から25番目までなんですね。えー、例によって 都市計画法、建築基準法、水道法、消防法とですね、まあ今年は去年に引き続きあの防犯のあの照度、明るさが出ましたかね。えーで 都市計画法はかって何回も聞かれているあの補助的地域地区用途地域とともに補助的の地域地区ですね、えー、ポイントは用途地域に重ねるか重ねないかでこれ一番あの読みにくいところが何度も出てきてますねあの今回出題されたのは特別用途地区ですまあこれはもちろん用途地域内に、えー、ですので定められていない地区とね今回誤りとなって正解足となりますでよく引っかかるのが、ね特定 用途制限地域ねこれも過去に2回ぐらい取材されているんでこっちは定められていない方なんですがね、えー、今回は特別用途地区です、えー、覚えにくいちょっとややこしいところですがその2つ場合分けしてやっぱり落とせなかった問題かなとは思っております。はい 21番の建築基準法なんですが正解足になっている3番目なんですがこれは解きにくいですが、まあ、逆に124ねあの何回も取材されているところですのでねあの例えば足の一番目の建築確認の用費であるとかそれから2番目のね開口部ですね、えー、まあ注意するのはこれ換気のためなのか最高のためなのかっていうところですね、えーで 4番目がやや引っ掛けはあったもののねあの防火地域内における屋上とかね、えー、まあ高いものの看板はですね、えー、これは保燃材料で作りまた覆わなければならないという,もう典型的なものなので、えー、124が、えー、まあ正しいと判断した後三3ちょっとどっか違うだろうという感覚でしょうかね、えー、が建築基準法でした。そのの引っ掛けというのはは、まあ、確かにここはですねあの 防火地域においては屋上などのね建築物はこれはもう不燃材料ということなんですが屋上である以上はねこれは別にメートルは問いませんのでっていうところですねこれ屋上で今回2メートルっていうことでいやそこ基準足してない 逆に引っかかった方はいらっしゃったかもしれませんがね、えー、屋上は別にえ高さあの屋上の広告物は高さ問いませんというところも、えー、まあこれ注意しておければと思います水道法は何問でした問いの22番目ね、えー、まあこれは落としていいかったかし、えー、とは思いますねあの回線用水道のかなり細かい規定がありますのでね、えー、これはいいでしょうか。はい えー、消防法を落せせませんただ読みにくかったところはありましょうかね、えー、消防法のですねあのいわゆる、えー、防火管理者の業務としてね、えーでしたでえー、消防計画の作成とか避難訓練とかねそれから設備の維持管理っていうことで、まあ、もちろん業務にあたっておりますが、まあ、そう考えると足の一番が、ね、ないということですね。でこれもちょっと根本的なところを聞いてるところがあったので落とした人は結構いたかもしれませんね。防火管理者の業務 業務としてって聞いてるんですが足の一番目はですね、えー、消防用設備についての定期の点検ですからいわゆる法定点検ですねこれは別に防火管理者がするというわけじゃない事実状態しているところはありますけどね、えー、その業務としては入っておりませんあのー 定期点検ね、えー、に関しては、えー、これは入っておりませんので、で、えー、それに対してね、報告することももちろん入っておりませんので、です。まあ、消防法の防火管理者のね、えーまあ、根本的なところが分かってたら、まあ、それは落とすことはなかったかと思います。 問いの24番ですが、えー、いわゆるあの防犯上の観点からの、まあ、最低照度ですね玄関何ルクス以上必要でしょうかっていうところですがあの去年久々に出てきたんですかね、えー、2010年前後はもうずっと出題されてたんですが例えばメールコーナーはいくらいくらとかね駐車場駐輪場はいくらいくら以上であるかっていうような問題ですがしばらく出なくて去年出題されてえー 結構というか青みたいに簡単だったんですよ。 ところがやはりあのサボっている人はあのもうしばらく出ないっていうことで、まあえー、抜かした人がいたりしたので比較的というか結構正解率なんんかか悪かったんですねでこういう問題は見てるんでしょうねどうしてももう一回っていう試しでね今年連続して出てきましたしかも去年よりさらに簡単になっていてね、えー、取材されましたもう規定上の順番も50ルクス20ルクス3ルスその順番ですしね、えー、でその該当するところも明らかに でした共用玄関の内側と書いてあったりそれから、えー、駐車場とかね、まあ、場所も具体的ですので、まあ、どうやって間違えたらいいんだっていうことなんですが正解足を見てみるとですね数字を覚えてなければ数字を完璧に覚えとかなければね、えー、迷うというのはありましたんでこのマンション管理士のここ数年の傾向ではこれ法令系でも同じなんですが。 結構数字そのものを聞いててててくるっいいう傾向が出てきております、まあ、いかに正確にちゃんと勉強してるかっていうところねまあ見たいんでしょうが今回もですね、えー、そのルクスが50なのか40なのか30なのか20なのかその辺もうっとうしく聞いてるんですがこれも直前に、えー、パッと見ただけでも絶対50と20と3しかないですからね、えー、こんなもん間違いようがないんですけどやってなかったら迷うということでねあのまあ サボるなっていう警告的な問題だったとは思いました。はい。えー、ではずっと飛んでいただいて会計などなどなんですが。 まず一言だけですね、問い番号の33番、委託契約書をですね、えーまあ、僕はまあ対策としてマンション管理士だけ受ける方はね、まあ、やらなくてもいい。あその通りですね。ただ、今回のようにここまで簡単な問題が出てきたときにね、全く触れてなかったら、まあ、勝って管理をやってて、えー、合格してるって中でもね、うん、対策、うんまあ、取りにくいところでした。まあ やってなかったも数年前やってても、今回は取れたと思うかな、という気はしました。はいえー、会計、いきましょうかね。三十四番目、三十五番目、問い番号ですね。二問とも、えー、しっかり取れます。 問いの34番は計算書類とまあえー、感情え勘定の関連性なんですがまあずばり仕分けの仕組みねこれを分かっておけっていう去年もそうでしたかねあの去年は結局、えー、去年の場合は収支計算書の方が、まあ、どういう関連性を持つかっていうことなんですがまあ今回今年はですね、えー、仕分けすることによって貸借対照表がどうなるかっていうところねまあそれを聞いておりますっていうところですね。で元々まあ、仕分けな 何でするかっていうと計算書類であるね、えー、収支計算書やそれからこの貸借対象表を作るものなのでその仕分けすることによって貸借対象表がどう動くかっていうところを見るんですが、えー、知識はここでしょうね。えー、っと まあ、通常、えー、管理組合の会計考えるときに当月分というのの入金よりも、えー、未払いになってますすなわち管理組合から見てると未収になっていたものが入金されたとか翌月分が入金された期をずれて聞くことがないその仕分けがどうなっているかっていうことともう一つは貸借対照表が資産の部と負債の部に分かれていて、えー、資産は資産が、えー、固まってます。そそのの項目として今回資資産産であれれれば、ねえー、未収金金金こかかららら現金預も金もどちらもお の部でですでちなみに回答足正解足は一番なんですが、えー「未収になっていた10万のうち7万円入金されました」貸借対照表目線を持っていくと「未収金が えー、現金預金として入金されたので現金預金は増えますところが未就金は下がりますねその分ねでどちらも資産項目なので結論として消費財産の増減には影響がない言い言切って当たり前ですね他の足もですねその貸借対照表上のね、えー、項目がどうなるかということなんですが結局経過科目を使った場合のね入出金になりますと基本的にまああのー 先ほどですとね、えー、未収金の場合は未収金が減ったものの現金が増えますので、これ資産の部は変わりません。このようにつながっていくところですのでね、えー、まあこれも会計種類の問題というよりもほぼ仕分けの問題でしたですね。あ、はい非常に多いでした。はい。問いの三十五番が税金で多少マンション管理士では買ってあったのかなっていうのはあるんですが、関業管理業務支援者でね、二千十年だ。 かたかな聞れところですですのでまあ僕はよく言うのはマンション管理士で、えー、管理業務主任者の過去問を全くやらないって具の骨頂で特に数年はやっぱり管理業務主任者で出ていたところがね結構取材されるので勝、まあ、ってもすでに受かっているっていうので全く触れない人もいるんですが、まあ、こういうところはあのやっぱり、えー、変な模擬試験やるよりもやっぱり環業のね去問をやっておいたらテていうのも典型的な問題でしたね。あの消費でうんぬかんぬんと、まあ 今回ね、法人税の話ですけれども、まあ、あの、管理組合法人ではないね、法人ではない管理組合の場合は、その法人税考えるときに、いわゆる法人税割と、それと均等割がありますが、収益を行っていなかったら、結論というとどっちもかかりません。まあ、ここが、まあ、唯一ですね、法人になっている場合との違いなんですがね、まあ、それがズバリ聞かれたのが4番目ですよね。えー、まあ、 作業の加工をやってると何の問題、えー、難しくもないというね、えー、まあ典型的な問題でしたっていうところですねはい最後、まあ、10問出てきた建築設備ですが見ようによっては非常に厄介ですえー、っと10問のうち5問ぐらいは おそらく、えー、と問いの四十七番の、ね、機器のような、ね、見ない機器であったりそれからかなり細かい、ね、どこの資料から出してきたのかのがあった劣化診断に関しても結構きつい問題でしたねただし残っている五問は過去問や常識の範疇で取れるんですねだからびっくりしないようにということですねで番号でいきますと、まあ、これは何問かなと思って のはやっぱりねそれから39と4142この辺が難問かだったと思うんですが逆に38番とかね、えー、はこれ常識範疇で取れますし、えー、ごくごく簡単な問題としてね40番とかそれから43番などなどがありますあれね、ね簡単な問題を絶対落としていないか、まあ、その確認はしておいてください。 少し抜粋になりますが、えー、確かに3637、えー、から39とずっと難しい問題続いたんですねただしその中でね、えーまあ、38番はあまあそれしかないだろうっていうので回答できたと思います。でこうなってくると頭が混乱してきますのでこういう簡単な問題を落としてないですかね、はい。問いの40番です。これも建築基準法でですすが、えー、用語ののの定義の話ですよ問いの40番ね あの行動体力上主要な部分と主要行動部の違い今回足の3番言ってるのは主要行動部って言ってるのに行動体力上主要な部分ねこの、えー、定義になっておりますのでもちろん誤っておりますまあこれ間違えたらちょっとなっていうのほとんどボロボロになると思いますがこういう簡単な問題は確実に取るようにしておいてください。はいえー、難問が続いてもね、えー、急に出た時あのなな 簡単な問題に切り替わった時にはさっと切り替えていくようにしてくださいそれから少し読みにくかったもののですね43番目の問題は、えー、結論で言うとまあ水槽のことを聞いておりますが排水のねシステムですね、えー、もちろんこの樹水槽に関してはこの排水についてはね、えー、関節排水ですのでこれは 排水管に直結しませんのでね、えー、最後の直結させたというところだけでで誤りすちょっと読みにくい文であるものの知識は非常に簡単でしたで続いてのね問いの44番、えー、これはもう数字だけでしたね、えー確,えー、確か、あのー、排水トラップの風水の深さですが何も断りがないのでね、えー、これはもう5センチから1 0ンチね、えー、ミリでいうと5 0ミリから1 0 0ということで150とするとこれ逆に流れが悪くなるでしょうね。 で確かに租秋期付きうんかんぬんの可能性はありますが、まあ、他の足との兼ね合いとともに、まあ、通常台所だとねっていうね租秋期などはね一般家庭の台所ということで、まあ、これ原則的にあの逆に深読みしない方がいいというところはありましたかね。あのひとひねりはあるものの、まあのー、この今回の設備の問題で言うと そうですね3840それから4344ね、えー、こういったところを確実に取れればと思います。ああもう一問ですよね。えー、っとですので38それから40ね、えー、そして。 43えー、こういうところを確実に取って、まあ、ちょっと無責任な形ですけれども、まあえー、やや45番なんか常識係で取れますので、まあ、少なくとも10問のうちね、えー、ラスト5問、えー、そしてプラスアルファ12問つけるとそんなにね得点がガッと下がるわけじゃないのでね、まあ、取れる問題は取れるようにっていうところ、まあ、傾向としては、えー、取れない問題がやたら難しくそして取れる問題がまあ 極端とは言いつつ言わ,い言わないまでもね、過去もやってれば取れるというね、まあ例年通りの傾向ではありました。取り立てびっくりするところはないもののね、やはり傾向としてはもう数字も踏まえて、まあしっかり覚えていくっていう傾向には現れているたとは思いましたね。はい、えー、まあ合格基準点などはね、まあ、えー、とまあその。 あと、後ほどね、レックの中で公表しますのでね、まあ、今のところね、やきもきしながらするでしょうがね、今日、まあ、少なくとも取れてる問題を落としてないかな、まあ、そういうところはチェックしていただければと思いますね。えー、では、本試験解説でしたが、えー、私が担当したのは実務会計、設備系でした。はい、皆さん、お疲れ様でした。